はい、今回の動画は Excel でシートの追加をより素早く行うテクニックをご紹介したいと思います。で、現在のですね、Excel というのはですね、以前と違ってこの新規の、作成をしたときにこのシートですね、こちらが一つだけ表示されるようになっています。なので Excel で新しくシートを追加したいといった場合にマウスの操作でやる方法としてはですね、このシート1の右側のこのプラスのマークのところですね、こちらをクリックをすればこういった形でシート2ということで新しくシートを追加することができます。もちろんこのやり方でやってもいいんですけども、ショートカットキーを使うことによってですね、このマウスの操作よりもより素早くシートを追加することができますんで、そのやり方ですけども、キーボードのシフトキーを押したまま F11 キーですね、ファンクションキーの11番のキーを押してください。はい、そうすると今こちら見てもらって分かるように新しくシート3を追加することができました。なので、ちょっとしたことではあるとは思うんですけども、このシートの追加をするときというのはですね、このシフト F11 を覚えておいてもらえると、より素早く追加することができて便利だと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。